ンポン。こんにちは。いらっしゃー。あれ、なんかこの世の終わりが具現化したような物体がいたような、気のせいかな、気のせいかもしれんな。よし、いらっしゃー。やっぱなんかいるな。何してるんやお前。いやほら、今回のテーマブラコンなので必要かと。ブラコンのブラはブラジャーって意味じゃねえんだよ。てかそれならパンツは何なんだよ。だいたいその下着どっから持ってきたんや。もちろん私のですよ。ブラのサイズ感じっくり来なくてくさ。お前に呪われたジェイソンの仮面をかぶせた。な、これで貴様は13日の金曜日が来るたびにチェーンソーを持って踊り狂うようになるだろう。いやー、チェーンソー持ってないどないしよう。そこ、はい、チェーンソーありがとう。いや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 、危ない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 。で、結局その下着は誰のなん。実は借り物で。借り物って誰に。ちょっと返してくださいよ。嘘だろ、もしかしてこれマッチョの人が普段身につけてるものなんですか。いえいえ、さすがに身につけないですよ。あ、そうですよね。あはははは、これは不協用です。より怖いのどういうことだよ。は？ね、てなんや。あかりちゃんはどんな下着着てるの。言うわけねえだろ、この変態。ゆっくりポカルポ。ありがとうございます。ゆなんか湧いて出てきた。そういうゆかり先生はどうなんや。いきそうですよ。先生はどんなおパンツ履いてるの。すげえ嫌な援護射撃きた。人のおパンツのこと聞くなんてハレンチですよ、この変態。じゃあブラは、ブラはどうなんですか。泣くなや。ブラはこれです。それは恥じらわねえのかよ。で、お前それ自分の胸買いかぶりサイズでくさ。なんか上に乗っかった。お前に某ムジュラの仮面を乗っけた。な、お前はこれからずっと素性のムジュラから流れ続ける。仮面を装備した時のリンクの悲鳴を聞き続けることとなるだろう。うわ、それすげえや。いやー、無理は言うなよ。何の悲鳴やねん。てかお前、女の子の下着で遊んだらあかん。恥じらいってもう表や。ごめんなさい。葵ちゃんも人の下着とかを詮索するのもほどほどに。な、すみません。反省してるならええや。これからも気をつけていこう。で、最後からムジュラ。